トンネルまず最初に私は例の類を一切信じていないなのでもし私が体験した現象を誰か科学的に納得してくれるように説明してくれたらとてもありがたいなぜならこれは心霊現象ではなかったと安心できるからだ 私はいつも山を一つ越えたところにある職場に車で通勤してる山の中腹まで急な坂道を登りそこから2分ほどで通過できる長さのトンネルへ入るトンネルを抜けるとまたまっすぐに坂を降りて麓の町にたどり着くという具合だこのトンネルには 以前からさまざまな噂がありいわく工事中に死んだ作業員の例が出る中で起こった事故の被害者の例がウィンドウに張り付き中をじっと見る近所であったひき逃げ殺人事件の被害者がなぜかトンネル内で犯人を探すといった具合だもっとも殺人事件の件以外は事実無根の噂話 建設中の事故も中での交通事故も実際にあったという話は聞いたことがない。ふもとの村ができた頃から住んでる祖母も工事中の死者や内部での事故の死者については聞いたことがないという。唯一近くで実際に起きたひき逃げ殺人事件も犯人は捕まってる。ただし、 外から見ればツタの歯を不気味な出入り口内部は薄暗いところどころ切れてしまったフレンジの照明ひび割れた壁などを見ればそんな噂が立ってしまうのも仕方ないと思わせる雰囲気ではある私はいつもラジオを聞きながら車を走らせているトンネルに入るとラジオの電波は届かなくなる 入り口から数十秒程度の間は聞こえているんだがその後1分ほどの空白が訪れるそしてトンネルを抜けると電波が復帰し音が戻ってくるわざわざ電源を切ったりするのも面倒なのでいつもラジオには触らないままで通り抜けている普段通りであればこのようになるはずだった。 しかし私の体験はこの空白の1分ほどの間に起きたことだある日私は仕事が遅くなり夜の1時過ぎ頃に帰宅するためにこのトンネルを通った何分度がつくほどの田舎なのでこの時間に車とすれ違うことなどはめったにない 光も音もこのトンネルに着くまでの前15分ほどは自分の車以外のものは見なかった。いつも通りトンネルに差し掛かりその入り口をくぐる。私の父などは夜中の3時過ぎに着物姿の女性が歩いているのを見て怖い思いをしたなどと言うが私は怖いと思ったことはなかった。なぜなら その類の話を全く信じていなかったからだ。トンネルに入って数十秒後に電波は途切れた。いつも通り。そして無音の中で車を走らせる。 トンネルのちょうど真ん中あたりに差し掛かったとき、まるでこれから殺されるかのような悲鳴が超大音量で車内に響いた。私はあまりに驚き、ブレーキを目いっぱい踏んだ。体が前にはじき出されるような衝撃があり、それをシートベルトが吸収した。私はじんわりと冷や汗をかき、今何が起こったのかわからず混乱した。 今の悲鳴は確かにラジオのスピーカーから聞こえてきたその日はどうやって家に帰ったのか覚えていないむちゃくちゃなスピードを出してしまったような気がするが幸い警察には捕まってない今でも毎日そのトンネルを通っているしかしトンネルに入る前に ラジオの電源を落とすようになった観光地の山坂道のトンネル二十五年くらい前、夏の話バイト先の社長とミニツーリングを企画したが社長は当日集合時間を過ぎても来なかった 社長宅に電話したが誰も出ない。待ち合わせ時間を一時間ほど過ぎてから一人で出発した。ルートは前もって決めてた観光地の山坂道。社長が途中合流できるのを期待し、長めの休憩を挟みながら一人で走る。 峠登りの見晴らしのいい場所で一服していると天候が悪くなってきたので合流を諦めルートを短縮して帰ろうと再始動した峠終わりのトンネルに差し掛かった頃にはシールドを濡らすくらいに小雨が降り始めカッパを清か考えているうちにトンネル突入した突然視界が奪われ焦る。 トンネル内が霧で充満し1メートル先も見えないライトをつけスピードを極端に落としかろうじて出口をさしているはずのぼんやりした光に向かって進み始めた照明もセンターラインもないが1分もあれば抜ける短いトンネルのはずなんだがいつまで走っても出口につかないしかしなぜか冷静で 対向車も後続車も期待できない細道なので我慢するしかないと黙々と進む視界が悪すぎ進行方向遠くの光とライトに照らされた霧を凝視するのがやっとで視界下方の暗く赤いメーターやバックミラーも直視できないしばらく進んで引き返そうと思い始めたが左右の壁も見えない状況と この頃になると恐怖が浮かんできて U ターンのために停止するなどできなくなっていた視界のせいか高まる恐怖のためかだんだん平行感覚が薄れ始めてきたトンネル内部は平坦だったはずだが空中を上下天地も分からず飛んでるような感覚このままでは運転能力的にやばいと思い始めたが止まるわけにはいかない。 なぜか止めてしまうと出られなくなると思った何とかこけないようにと手探りで低速で進む相変わらず出口は遠くに感じるいい加減やばいと焦り始めた頃にいきなり外に出た明るく強烈な日差しがまぶしい素晴らしい快晴だった トンネルに入る前の天候かららはとても考えられない。出口より1 0ルほど先で停車し振り返った出口は見えるが奥が見える角度ではない二度とこのトンネルは通らないと誓った。 合流この間怒ったことだが聞いてほしい俺は現在福岡在住で大学に通ってる先月の初めくらいに大学の友人宅の PC で怖い話を見てたんだ読んでいた話の中に犬鳴き絡みの話があった 俺は何度も犬鳴きには行ってたしこんなのは前つばだよななんて話してたら意外にも友人は食らいついてきた友人はもともと大学で県外から来ていたから犬鳴きには行ったこともなかったらしくある程度知名度の高い心霊スポットだったから興味を持ったようだったちょうど次の日予定はなく軽いノリで行くことにしたんだ それぞれぞ自分の単車に乗っていき20分ほどで犬鳴きの弓道前の門に着いた俺は何度か来てたから何ともなかったが友人は大いにビビってくれてなぜか気分はハイテンションになった単車を門の前に置き俺一人ハイテンションのまま友人を引きずるように急トンネルに続く道を歩いた 友人は終始ビビりっぱなしでちょっとした物音にも規制を上げてた友人を引きずること10分俺たちは急トンネル前に着いた何度も来てはいたが何度見てもでかいブロックで封鎖された入り口には圧倒される友人はすでに半泣き気味だった 俺が「さあ入ろうか」と言うと友人はすごい勢いで嫌がった「入るなら一人で行け」と言い出しガンとして入ろうとしなかった目も座り始めこうなった友人はてこでも動かないそうこう言い合いをしてると入り口の方から数人の話し声がしてきたどうやら 他にも肝試しの人たちが来たらしかったその中の一人が俺たちを見て「大丈夫ですか?」と声をかけてきた言い合ってるのを見て喧嘩してると思ったのか仲裁に入ってきたようだった俺が「喧嘩じゃない」と軽く事情を説明すると5人いた中の一人が「なら俺たちと入りませんか?」 と言い出した元々興味ははあった友人は考え込んでいた多分先ほどまでは興味より恐怖が勝っていたのか嫌がっていたが人数が増えて恐怖が薄れたのか友人はその提案に了承した「俺たち2人と提案した5人」。 計7人でトンネルに入ることになったが正味の話全く怖くなかった友人はすでに意気投合しててバカ笑いしてるし友人をトンネルに入れたいから俺も了承したが怖くなくなったら肝試しも何もない俺は一気に興味がそがれたその後当たり前のように何もなく奥まで着きさっさとトンネルを出た 俺たち二人はもう帰ると言うと五人はもう少しいると言い俺たちはトンネル前で別れた友人は行きと違い意気揚々と歩き今日は楽しかったなどと言っていたビビってたくせに俺たちは単車に乗り余韻というか帰りはゆっくりと峠を下っていった ゆっくりと風景を楽しみながら走っていると先を走っていた友人が急に飛ばし出した「何事?」と思いながら後を追うと峠を抜けたところにあるコンビニに友人は入っていった友人は単車を降り地面に座り込んで肩で息をしてた「俺がどうした?」と話しかけてもずっと息を切らしてるだけだった。 俺はコンビニで水を買い友人に渡し落ち着くのを待ちそして話を聞いたここからは友人の話だ友人は今日のことを考えながら走っていると一つのおかしな点に気づいたらしく考えながら走っていると林の中で人が立ちこちらをじっと見ていて。 とにかく明るいところと思いコンビニに入ったと言ってた「俺は勘違いじゃないか?」とか「ただ人がいただけじゃ」と聞いた「犬鳴きにも少ないが人は住んでるしそんなことがそうそうあるとは思えなかったからだ」だが友人は「間違いなく人はいた」と言いそしてこう言った。 林の下にいたんじゃない俺たちがいた道路と同じ高さで林の中にいた俺もいまひとつ要領を得なかったがようやくすると林の中で浮くようにしてこちらを見ていたという話だったそれに門で気づいたから俺たちの単車以外車は一台もなかったの あの5人もおかしいそれを聞いたらさすがに気味悪くなり俺たちは飛ばすようにして帰ったそして肝試しから3日ほど経ったくらいに友人から連絡があった友人宅で飲もうという話だった用事も予定もなかったから2つ返事で了承して友人宅に行った 友人宅に着くと友人は何かを確かめるように外を見渡してから部屋へあげてくれた友人は挙動不審でなぜか台所には博多の塩が大量に積んであった明らかに挙動不審で言動もおかしかった「もしかして」と思い「肝試しのせいか?」と聞いてみると 最初はごまかしていたが無言の圧力をかけると友人はポツポツと話し出した「肝試しから帰り気味悪くなった友人は森子をして寝てたが夜中にドアをノックする音で目を覚ましドアスコープから覗くと今日肝試しで会った5人がいたらしい」「友人はぞっとして玄関から離れたがこのままではいられない」 とともう一度覗くと5人の姿はなかった友人は急いで布団に潜り込もうと部屋に戻ると窓にかかったカーテンに5人の影が映ってた友人は大声を上げ電気をつけ包丁片手にカーテンを開いたが誰もいなかったらしいその日は眠れずに一晩を過ごしたそうだった。 そして肝試しの日から毎晩同じことが起こり耐えれなくなり俺を呼んで気を紛らわせようと思ったそうだ。俺はそれを聞いた瞬間に帰ろうとしたが見たことないような顔で必死に引き止められ断れずその日は泊まることにした。さすがにその日は楽しむ気にはなれず飲むだけ飲んだらさっさと寝ることにした。 そしてその日の夜中聞いた通りにドアをノックする音がして目を覚ました友人も目を覚ましたようで怯えながらドアを凝視してたそうしている間もドアをノックする音はやまず友人の代わりにドアスコープをのぞき込んだが誰もいなかった そうしていると友人の悲鳴が聞こえ部屋に戻ると今度はくっきりとカーテンに映る5人の人影が見えた2人して大声を上げ固まってうずくまるように朝を待った朝が来て部屋を見渡すと森塩が黒く変色してた友人に聞くと朝になると変色しているらしかった 実際にことを見てしまうとこれはやばいと思いその日のうちにお払いできるところを探しバイトの給料は飛んだがお払いをしてもらった友人はお払いをしてもらい体が軽くなったと安心してだだがその3日後友人は自宅のマンションから飛び降りた。 幸い命は助かったが後遺症で下半身不随になり大学を辞め地元へ戻っていった100回行って何もなかったかもしれないでも101回目はわからない田舎の親戚 小学4年生夏休みの時の話母親が海外に単身赴任している父親に会いに行った俺はパスポートがなかったため日本に残された祖父祖母は父方も母方も他界していたため会ったこともない親戚に1週間預けられたんだ 親戚といってもほとんど血もつながってないし付き合いもないような人たちだったその家族は祖母90歳父55歳母49歳娘22歳息子18歳という高成の家族年齢は確かこれくらいだったと思う母親に連れられ 200キロ離れたすごい田舎に預けられたその家は平成の時代なのにお風呂はまきだしトイレはぼっとんだしそれはそれは田舎を感じさせた家族は初めて会った俺にもものすごく優しくまるで家族のように接してくれた二日目だったか お兄さんとお姉さんに連れられて廃線になった線路があるトンネルに探検しようと連れられて行ったトンネルの中は真っ暗でかなり向こうに外の明かりが見えるくらいの長いトンネルだった20分かけてトンネルを抜けるその間なぜか二人は全然喋らなくなって無性に俺は怖くなった トンネルを抜けるとトンネルを迂回して家に帰るその日の夜からなぜか家族がものすごくよそよそしくなった何か悪いことしたのかな子供心にすごく不安になったその夜はものすごく蒸し暑くてなかなか眠れなかった 少し外を散歩しようと思って外に出ようと玄関に向かった時ひそひそと台所のドマから声が聞こえた家族がそろって何か話をしてるやっぱり他人の子だなだから俺は嫌だって言ったんだ子供の俺にも あ,あやっぱり迷惑だったんだなとすごく悲しくなって布団に戻り眠りについた翌朝目が覚めた時すごい寝汗でシーツがびしょびしょだった怒られるかなと思ったがおばさんは全然怒らずシーツを洗って干してくれたその日は おばあちゃんとおばさん以外は外出するということで一人で近所を探検してた。ここに来て三日経って気がついたんだけど、お墓の多い村だってことに気づいた。近隣にも家は二軒ほどあるくらい、なんとも寂しい村だと思った。夕方家に帰ると誰もいなくて、変だなぁ。 家の中を探しても一人もいないあシーツ乾いたかなと思って庭にシーツを取りに行ったえシーツが真っ赤に染まってたいよいよ怖くなってから夜の10時になっても誰も帰ってこない お腹も少しお菓子の一つもない外は街灯もない真っ暗な村真夏なのにものすごく肌寒かった電話が鳴った俺はすがる思いで電話に出たもしもし今日は家族誰も戻らないから 先に寝ててねなんてことだ俺は怖くなり布団に潜り込んでひたすら朝になるのを待った翌朝になっても誰も帰ってこないみんなどうしたんだろうその時玄関から俺を呼ぶ母の声がするマサ人 今すぐ帰るわよ一週間海外にいるはずの母がなぜか日本にいる俺は変だとも思ったが母の顔を見て安心したその家の家族が戻らぬまま実家に帰った母は何も言わず俺の手を引いて逃げるようにしてその家を後にした その後母はあの家のことを何も話してくれなかった15年たって俺は母に尋ねたあの家族は元気かな母は戸惑った顔を見せたがゆっくりと話してくれた実はね あの時マサ人を預けて一日目の日に電話があってね雅人をもらうって電話があったのそれで母は急いで日本に戻ってきたらしいそしてあの家族はあの探検したトンネルで全員全身血だらけになって発見されたそうだ トンネルの顔愛知県の山道にある旧伊勢神トンネルは交通量の増した今日では狭すぎ別に新しく大きなトンネルが作られたので今は使われていませんしかし出るという噂を聞きつけてやってくる人々にはそのいかにもという古めかしい姿が喜ばれているようです しかし、地元の私は、あえて見に行くということもしませんでした。私がこのトンネルを通る羽目になったのは、単に道を間違えたからです。バイクで、あすけへ遊びに行った帰りです。もう夜中でした。新トンネルへ通じる道を間違えて、 旧トンネルへ続く支流に入ってしまったことに気づいたのは、目の前に今にも崩れそうなトンネルが見えてきた時でした。トンネルの中は真っ暗で、狭い道と苔むした壁をライトが白く照らすのみです。危険なので三十キロほどの速度でゆっくり進んでいきました。しかしトンネルの中ほどまで来た時です。 車体がガタガタと揺れると突然エンジンが止まりました同時にライトも消えてしまいました完全な暗闇に私は動転し慌ててスタートキーを回しましたがキュルキュルとセルの音がするだけで一向にエンジンがかかってくれませんどういうわけかエンジン内のガソリン濃度が急激に低下した様子です 私はなるべく真っ暗な周囲を見ないように手元だけに集中しながらコックを回してガソリンをエンジンに流し込みチョークレバーを引くと頃合いを見計らって一気にエンジンを再起動させましたパッとライトも点灯しほっとした私は早速走り出そうと目線を前に向けましたその瞬間目に飛び込んできたのは人の顔でした 白い顔がライトに映し出されるように宙に浮き、じっとこちらを見つめていました。私は凍りつきました。思わず悲鳴を上げそうになりましたが、恐怖で理性を失ったら負けだと本能的に感じ、ぐっとこらえると、次の瞬間、ふざけるなと叫び、全速で顔に向かってバイクで突っ込みました。それからはよく覚えていません。 間もなく真っ暗なトンネルを抜けると月明かりに照らされた下り坂へでそのまましばらくオレンジ色の街灯の続く太い通りに合流しましたそれでも参道が続く間は気を強く持ってあえて焦らず走っていきましたが麓に出た途端に緊張の糸が切れヘルベットの中で絶叫すると猛スピードで街を目指して走り出しました それから月日は流れ、その翌年、再び顔が現れました。岐阜の養老町で用事を済ませ、すっかり夜も更けたので早く帰ろうと自動車のライトをつけた瞬間です。何もない空中にライトの光で浮かび上がるように例の顔が出現しました。 私は今度は恐れるよりむしろうんざりした気分になりました前この顔を見たのは去年の夏その時とは場所も乗り物も違うのに再び彼が現れたということは私自身についているそれもおそらく去年からそのことを意味しているからです これ以来夜中寝ている時に誰もいないのにすぐ耳元で人の走り回る音がしたり梁や天井がやたら音を立てたりで落ち着きません寝不足で困っていますお祓いでも受けた方がいいのでしょうか噂のトンネル もう10年以上前の話になるんだけどちょうどお正月休みで県外に出ていた友人たちが集まって新年会やら同窓会やらやってた時期の話どこの地域にでも心霊スポットってのはいくつかあると思うんだけど地元長崎では一番メジャーだった幽霊屋敷が取り壊されてからこれといってガチってところがなかったんだよね。 正確にはデマだと分かってたりして本当にやばい場所を他に知らなかったで久しぶりに同級生が集まった時にドライブに行くことになって3人で出かけたんだうちの白石さん俺久松のメンバーで盛り上がってた目的地も決めずにダラダラと深夜のドライブをしているうちに 言われは知らないけど出るらしいって噂のトンネルの近くまで来たんだよお互いにいい大人だし今さら心霊スポットなんてとは思ったんだけどどうせだから行ってみるみたいな流れになってさまあ実際に今までそのトンネルを何度も通って何もなかったからみんな話のネタにって感じのノリだったと思う運転してたのはうちので 最初はどこか邪魔にならない場所に車を止めてみんなでトンネル内を歩くつもりだったんだけど思いのほかトンネルまでの道路が狭くて路中スペースがなかったことを理由にうちのは車をトンネル先に止めて2人が歩いて出てくるのを待ってることになった万が一他の車両が来たら一旦離れて迎えに来るみたいな感じ。 まあ寒かったのもあって降りたくなかっただけかもしれないけどトンネル入り口で俺と白石さんが降りうちのはトンネルに入っていったふざけてファッファーンとトンネル内でクラクションを鳴らし出口を抜けたところでハザードランプがついたとこまでは見えただけどすぐにそのハザードは消えてテールランプも見えなくなった 正直その時は雰囲気出すためにわざと消したんだろうとしか思ってなかったんだけどバスが一台通るのがやっとくらいの道幅のトンネルで入り口から出口は見える長さ対向車が来ればトンネルに入らずに待たなきゃならない確かに不気味ではあるけれど何事もなく二人でトンネルを通過 ところが出口にうちのがいない。対向車が来たわけでもなし、出口を見ながら歩いてたから発信したなら気づいたはずなんだけど、夜中だと他の車も通らないような場所で置き去りにされても別の意味でしゃになんなないので、白石さんがうちのに電話した。出てきたけど、どこにいるのは 俺動いてないけど出たとか止まってるしうそだって私たち今トンネル抜けたよ言ってる意味わかんない誰も来てないしそれ誰えないもし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 来た 結局そのまま電話は切れそれからかけ直しても県外のアナウンスが流れるだけ俺の携帯は内野の,の車の中だったしこのまま待っててもらチが開かないので歩いて大通りまで出てタクシーを呼ぶことになった結局田舎だったから待たされた上にかなりの出費だった結局内野はそれっきり行方不明 不思議なことに俺の携帯だけが県外にならずに呼び出し音が鳴るので何度か電話したんだけど翌日の朝に散歩中の人がそのトンネルの入り口付近で拾って届けてくれたらしくほぼ無傷で戻ってきた出口付近にうちのは車を止めていたのになんで入り口付近で見つかったのかそれもまた不思議だし俺が白石さんの電話を借りて 何度も呼び出ししてる合間にち野からの着信も何度か混じっていた一軒だけ留守電も入ってたんだけど「磯松、いつになったら出てくんだよ」だけであとはノイズが多くて聞き取れない状態だったいまだにち野は見つからないし この時期になると思い出して何ともやるせない気持ちになるあれから何度か同じトンネルを通ったけど何もおかしなことはなかったし携帯が圏外になるような場所でもなかったエンスト 私はある地方の大学に通っていたんですが実家からは電車の便が悪く下宿をしていましたしかし実家と大学の直線距離は意外と近く当時の彼氏は車で毎週末私の家まで遊びに来ていました県境には「デル」と大学の先輩たちの間でも有名なトンネルがあります よくある車ののの上にに女の人が乗ってた、などの噂にはことかかなど噂はかい場所です。私は初めて彼とその場所を通った時車内で「ここには出るんだよ霊が出るんだよ!」と大騒ぎをして彼を怖がらせようとしたんですが真っ昼間だったこともあり彼は「アホか!」と相手にはしてくれませんでした。 しかし、そのトンネルを抜けた時です。舗装工事をしていた道の片側通行だったため、一旦停車したんですが、突然車内でかかっていたドリカムの歌声が止まりました。私は停車のため、彼がエンジンを止めたんだと思ってたんですが、車内に嫌な沈黙が流れたため、なんでなんでエンジン止めるのと彼に聞いたんです。 止めてない。勝手に今エンストした彼はなんだか呆然としているように見えましたその後です道中信号に引っかかるたびに車がエンストを起こすんです車はオートマそして今まで一度も事故歴もなく突然の演出などは 今の今まで起こしたことがないのにもかかわらずです信号に引っかかるたび、私たちはどんどん泣きそうになるほど恐ろしくなってきましたあのトンネルで何かを乗せてしまったんではないかとしかし私たちは二人で行ったこともあり彼は車通りの少なくなった道で一旦車を止めてボンネットを開けてみようと。 と言いましたもしかしたら俺でもわかる故障かもしれんし彼が自分に言い聞かせるように言ったのを覚えていますそして彼は一旦左にウィンカーを出し道の左側に車を止めましたそしてウィンカーをハザードに変えボンネットを開けに車を出ました しかし、すぐに車内に戻ってきて。何にも変わったとこない。図か、俺にはわからん。と言って、車を発進させました。しばらく走って、私はおかしいことに気づきました。なんで、ハザード出したままなのえ、さっき車出すとき止めたよ。 何気に彼はもう一度ハザードのボタンを押しました。しかし、チッカ、チッカッと、ハザードは点滅し続けています。ハザードが止まらないんです。うわーと、彼はたまらなくなったように大声で叫びました。その途端、ハザードはバチッと止まり、今度は左へのウィンカーが点滅し始めました。 私は確かに彼の手元を見ていたんですがウィンカーを操作した様子はありません真っ昼間の田舎道で私たちは凍りつきました車を止めなければ私たちはもう何人乗っていいのかもよくわからないまま「うん、ごめんなさいごめんなさいもう変なことは言いません」と車内で大声で叫びましたその途端 ウィンカーは突き出した時と同様、突然止まりました。その後、N 県に着くまで車は一度もエンストしませんでした。そして、もう二度と。しかし、話は続きます。私たちは合計で4年間付き合っていたんですが、そのことがあってから、 そのトトンネルルを避けるルートで行き来するーですようになりましたしかしその避けるためのルートは雪などのためによく通行止めになる道だったため4年の間には何度かそのトンネルを通らなければならないことがありましたそのトンネルを通った時に限って私の家のテレビが突然消えるんですバチッという音とともにそして 二人でいる時に限って、親とそのトンネルを通った時には何も起こりません。そして彼と別れた今も、そのテレビは現役で私の部屋で活躍していますが、突然電源が落ちて消えるようなことは一度もありません。私が今まで生きてきた中で、唯一のほんのり怖い体験、 何も見たわけではないいいし、音も聞いていません。ただそれだけに何らかの悪意をすごく感じて怖かったですトンネルの先の町私が小学校低学年の頃だから1 5六6年前の話です。 私の実家はどいなかにあるんですが家の裏手に山がありますあまり人の手も入っておらず私はよく犬の散歩で山のふもとや少し入った山道を歩いていました梅雨が明けて暑くなりだした頃だから7月だったと思いますいつものように山道に入っていくと犬が急に走り出そうとするんですよし じゃあ走ってみようかって一緒になって走って気がついたらいつもより怪しい山道に入ってしまったようでした15時くらいに家を出たのでまだ明るい時間帯のはずなのに山の中は薄暗く不気味に感じました元来た道を戻ろうと引き返し始めると途中で道が途切れてしまいました かなりでたらめに走り回ったから場所も方角も分からなくなってしまったわけです少し涙目になりながらそれでも下に下に降りていけば山からは出られると思い草だらけの道なき道を犬と一緒に降りていきましたしばらく山を降りていくとだんだんと周囲が明るくなり夕焼けの色の空が木々の合間から覗きます こんなに時間が経っていたのか早く帰らないとお母さんに怒られるそんなことを思いながらさらに山のふもとを目指しているとトンネルの脇に出ましたトンネルの向こうからは夕焼け色の光が見えます人工物を見つけることができて安心した私はそのトンネルを抜ければどこか知ってる道に出られると思いトンネルの中を犬と一緒に走りました トンネルを抜けるとそこには穏やかな盆地に作られた町のよう家がたくさんあり夕焼けが屋根を照らしていますこんな町があったんだなと少し興奮しながら山のふもとに降りる道を聞こうと私は町へ向かいましたトンネルから町に入る道の右に民家があって 少し離れた場所から道の左右にずらっと家が並んでいるのがわかります町に近づきながら誰かいないかなと思っているとトンネルから一番近い民家からおじさんが一人出てきました犬を連れた私が近づいてくるのを見て笑顔で挨拶してくれます私も挨拶を返した後ふもとに降りる道を訪ねました おじさんは不思議そうな顔で君が今来たトンネルを抜けてそこから山道を降りればふもとに出られると教えてくれましたこの町を抜ける道を聞きたかったんですがまあいいかと思い礼を言って引き返そうとするとおじさんが私の名前を尋ねてきました私は山の近くに住んでいます 村上ですと答えるとおじさんは納得したような顔でうなずきながら「ここらへんは夜になると野良犬がうろつくから早く帰った方がいいよ」とトンネルを指さします私は再度礼を言ってトンネルに引き返しました途中で振り返るとおじさんが私を見ながら手を振ってくれたので 私もお辞儀しししてから手を振り返しましたトンネルに入る前にもう一度振り返るとおじさんはまだ家の前にいたんでまた手を振りながらトンネルに入りましたそこからトンネルを抜けて山道を降りていくと周囲がさらに明るく開けて山のふもとの知っている道に出ました 今日は歩き回ったねなんて犬に声をかけながら家に帰る途中でまだ夕日が照っていないことに気づきましたあれとか思いつつ家に帰り着いたのは16時半くらいでした家に帰ってから母にその日の冒険のことを話すと「そんな町あったんだね」と不思議がっていました 夜になって父親にもその話をしましたが「山の中にそんな町あるわけない」の一点張りでさらにあまり山の中でうろちょろするなと軽く叱られました私はもう一度その町に行こうと思ったんですがトンネルもそのトンネルから麓に降りた道も見つけることができませんでしたその年のお盆 家族や祖父母と一緒に墓参りに行きました。それまでに数回訪れたことのあるはずの墓地を見た瞬間、妙な既視感を感じました。なだらかな丘に道があり、その左右に墓が並んでおり、そして墓地の入り口から一番近い墓が私の実家の墓です。当時の私はそれを理解してから本気で泣きました。 理由を聞いて祖母が「そのおじいさんにしっかりお礼言わなきゃね」とお墓を磨かせてくれましたあの時のおじさんの顔はぼんやりとしか覚えていませんしかし最近年を取った父親の顔を見るとこんな感じの顔だったなぁなんて思いますあまり怖くなくてすみません ただもしそのおじさんに出会わなかったらと想像するといまだに私は怖いです2二つのトンネル長距離トラックのうんちゃん秋山から聞いた話。 真夜中の峠道普段からよく通る道だったそうだその道の途中のトンネルに差し掛かった時秋山はある異変に気づいたいつものトンネルの隣にもう一つ同じ造り同じ大きさの謎のトンネルがあった昼夜問わず最低でも半月に一度は通ってる道だから新たに開通したトンネルなら 工事の時点で気づいてるはずしかしこれまでにその様子もなくまるで鏡に映したかのようにこのトンネルは突然そこにあった秋山は霊感の拓いなどまるでない男だったこの時は入っちゃいけないと直感したそうだトンネルの出入り口付近のパーキングに車を止めた トンネルを越えないと今来た峠道を戻らなきゃならないしかなりの遠回りになる気味が悪いが思い切って突っ切ってしまうべきか遠回り覚悟で引き返すべきか秋山はそのパーキングでしばらく悩んだらしいそうしていると自分が今来た道を別のトラックが登ってきたそのトラックの運転手 山口さんも異変に気づいたらしく同じようにパーキングへ車を入れてきた互いの運転席が隣り合うように停車して窓を開けて話したらしい「長年、ね、運転手やってるとよ妙なこともいくつか経験するけどよこんなのは初めてだ悪いことは言わねえ引き返した方がいい」と山口さん 見るからに年上でベテランの山口さんの意見に秋山は従い引き返すことにした車の向きがすでに戻り方向を向いてた山口さんが先にパーキングを出て秋山がそれに続く秋山がパーキングを出て走り出した直後一台の乗用車とすれ違ったその乗用車はトンネルに向かっていくわけで 秋山はその車がどっちのトンネルに入るのかが気になってミラーでその車を追ったミラーの中2つのトンネルの明かりと乗用車のテールランプが見えるそして乗用車がトンネルに入った乗用車がトンネルに入るその瞬間秋山には無線のノイズのような耳鳴りが聞こえたそうだ 思わず体がビクッとするような音量でミラーの中乗用車は吸い込まれるようにトンネルに入っていき直後激しく爆発した正確には乗用車の入った方のトンネル全体がマグマのように真っ赤に燃えたんだという慌てて車を止める秋山山口さんも異変に気づき車を止めた 彼らのトラックには消火器が積んであったし通報するにはさっきのパーキングの公衆電話が一番近いのでまたトンネル方向へ引き返すしかしあのトンネルに近づくにつれまた大変に気づくないさっきは2つあったはずのトンネルが1つしかない トンネルの入り口まで行ってもあの乗用車の影も形もない不気味に静まり返ったトンネルが何事もなかったかのようにぽっかりと口を開けているだけだったそのトンネルを通る気にはならず結局二人は引き返し遠回りした後日うんちゃん仲間にその話をしたんだが 誰も似たたたようなな経験をした人はいなかっ「そうだその峠自体いわくつきとかでも何でもなく日中はそこそこ交通量の多い場所らしいその後も同じような時間にあのトンネルを通ってもまたトンネルが二つってことはなかった」と。で数か月後に 秋山は高速のサービスエリアでたまたま山口さんと再会しあの時の話になった話を聞くと山口さんもあの無線のノイズのような耳鳴りを聞き直後真っ赤な光を見たらしいまあ今となっちゃ何だったのか分からねえけどよあのトンネルはこの世とは別の場所につながってたんだろうよ おめえも見ただろ、あの真っ赤な光ありゃまるで地獄みてえだったな俺はなあのトンネルも消えたあの車もこの世のもんじゃねえと思うことにしたぜだってよあの車がもし人間だったとしたらどうなったかなんて考えたくもね俺たち二人 まとめてタヌキんでもばかされたんだよそういうことにしようやなそう言って山口さんが笑うので秋山もそういうことにしようと決めたんだと加水昔10代の時で まだしていいこと悪いことの分別もつかない時の話中学を出て高校も行かず仕事もせずに連れとブラブラ遊び回ってたいつものように連れから連絡があり今から肝試しに行こうとなった俺は昔からそういったことは全く信じておらず怖いものなどないと言ってのけていた 二つ返事で了解し連れが迎えに来て早速肝試しに向かうことになった場所は割と近い山の中のトンネルだったメンバーは血の毛が多くリーダーシップのある田代と10代というのにすでに威厳のある村田と多少幽霊関係にビビり気味の超絶イケメン鈴木の4人で行くことになった。 みんな霊感なんてものはなく鈴木以外は幽霊なんていないと余裕で心霊スポットに向かってた今考えたらこれが間違いだったその山までは一時間もかからずに着いた道中は何もなかったが山中のちょうどカーブあたりに花が備えてあったのを見て背筋におかんが走り何か忘れてると考えたのを覚えている。 無事にトンネル前の駐車場に着きトンネルには直接入れないため駐車場に止めてそこから4人で歩いていった幽霊など信じてはいなかったがやはり夜中の山道は気味が悪く嫌なくらい静かだったそんな中無理に盛り上げようと田代が崖落ち防止のガードレールを蹴り上げながら声を張り上げていた。 絶対大したことないだら暗いだけ本当だね全然大したことないし拍子抜けだいやいや十分怖いしもう帰りたいそんなたわいない会話をしながら歩くとすぐに目的のトンネル前に着いた息巻いて来たはいいがトンネルの入り口の時点で圧倒されるほどに嫌な雰囲気だった トンネルはまるで侵入者を拒むようにもしくは中にいるものを出さないようにでっかいブロックで封鎖されてたさすがに誰が行くと雰囲気にもなれずにタジタジしてると血の気の多い田代が言い出した「お前らビビってれ情けねえな俺が行くわ」「ここで行かなかったらビビりかくて」 それだけは避けたかった俺は思ってもないことを言ってしまった。ビビるはずないだろ。俺が一人で行ってくるから待っとけ。本当に後悔した。お前は男だな。よし、行け。この時ばかり私らを恨んだ。本当に霊感のない俺でもやばい雰囲気ムンムンだったから。 しかし一回行ったことなので後には引けずブロックの隙間から一人吹き抜ける暗闇に侵入したいざ入っては見たものの中はずっと続く暗闇その日暮らしの俺たちは懐中電灯などなくあったのはジッポライターの明かりだけその明かりが余計に揺らめいて見え不気味さをさらに強調してた トンネル内は天井から水滴が垂れる音以外の音はなく幽霊なんていないと考える俺でも奥に向かってなかなか踏み出すこともできずにたじろいでいた時トンネル外で待つ連れが叫んでた中はどうだマジでやめた方がいいって俺らも行こうか その声で少し恐怖が消えた俺は「大丈夫奥まで行ってみるわ!と」とトンネルの奥に向かい歩き始めたいざ歩き始めると恐怖心はあまりなくむしろなぜか懐かしい感覚にさえなったのを覚えているそんな違和感を抱えながらちょうどトンネルの半分くらいに来た時にカーブの時に忘れてたこと 妙な懐かしさの正体が何なのか分かったこれは話につながることなどで詳しいことは後で話すことになります怖さは完全に消えそのまま奥にたどり着き何もなくため息交じりに戻るかときびすを返した時にそれは起こった耳元から「ふぅ」 と息を吹きかけるような生暖かい風が耳にかかる「気のせえ」と気にせず歩みを進めるが10秒置きくらいにずっと吹きかけられさすがに恐怖心がよみがえった俺は足早にトンネル入り口へ向かった足早になった辺たりから吹きかけられている息が絶えず吹きかけられるようになり恐怖心が絶頂に達した俺は全力で入り口に向かって猛ダッシュした。 なんとか入り口のブロックの隙間からはい出て耳元の息もなくなり一段落した俺は固まって待っていた連れのところに行こうとしたすげえよここ本気でやばいマジで焦ったなんか耳元で息をと俺が言いかけた時に連れたちが顔面蒼白で震える声で言ったお前の後ろ何なんだよ お前、悪ふざけも大概にしろよ。そんなんで出てきたらシャレになんないぞ。俺ははーっとなりましたが、ああ、こいつら出てきた俺をビビらすためのドッキリだなと思い、少しきつめに、お前らが大概にしろって、一人でマジ怖い思いしたんだぞ、と言ったところで、鈴木の様子に気づいてしまいました。鈴木が、 涙目になりながら震えてた幽霊にはビビるが普段は着物座ってたこいつが演技で涙目になり震えるはずがないと思った俺は何かが確実に後ろにいると思い動けなくなった恐怖に直立不動で動けなくなった俺はずっと連れに視線を向けていたがあることに気づいた左目の視線の端に 黒いののようなものが見えるしかし恐怖心が勝り確認できずにいた時に急に鈴木が「マジもう無理だ!」と言いながら駐車場に向かい走り始めたそれと同時くらいに田代と村田も「マジすまん!」と言いながら走り出した。 恐怖心はやばかったが、パニックになりながらも、この状態で一人残されることの方が無理と判断した俺も、駐車場に向かい全力で走り出した。本当にビビり上がっていた俺は、何度もつまずきながらも全力で走ってた。子供の頃に聞いた、幽霊は光が嫌い、そんな迷信めいたことを考え、 駐車場につき、車のライドさえあれば大丈夫だとわらにもすがる気持ちで走り続けてた走り続けていた時になって初めて気がついたがずっと背後に気配がしてたことうさっきは安堵からか連ればかりに集中して気づかなかったことに気づいてしまったこの時に 後ろにいる何かをもし連れて行ったら車に乗れないかもと考えた俺は確認しないといけないと思ったこの時は本当に気が動転してたんだと思う現在の恐怖心より置いていかれる恐怖心が勝ってたから俺は立ち止まり意を決して後ろを勢いよく振り向いた 少しでも怖さがないように自分なりに考えてしたことだがこれが本当に失敗だった目を見開いた女が俺を凝視してた俺はいつもシャレコアを見て本当の恐怖にあったらってのを見ていつも本当には違うなとか考えるまあこれは俺だけかもしれないが あまりの恐怖と驚きなどを混ざり合った結果なのか、失禁と脱粉を同時にしてしまった。女は、普段よく聞くような、貞子のような風貌ではなく、前髪を上げて、普通にフリルのついた上着、ジーンズという入れ立ちだった。普通なら本当の人間だと思うくらい普通だった。だが、決定的に違った目、鼻、口、 すべてが生きている人間とは違った。口はところどころ裂け、可能してるみたいにぐちゅぐちゅになってた。鼻は右の鼻孔から半分以上ちぎれかけてる。決定的なのは目だった。黒目の部分と思う部分には、無数の光るガラスみたいなものが突き刺さり、涙のように黒い液体が目から滴り落ちてた。 気がつけば俺は何も考えず一心不乱に走り出してた糞尿を裾から垂らしながら涙はこぼれ鼻水を垂らしながら本当に人間として最底辺だと思う姿だったと思うでも俺が考えれることは死にたくない助けてごめんなさいを繰り返すしかなかった走っている間またあの息を吹きかけられているような音が耳元から聞こえた それがまた恐怖心を増長させ何度も転びながら駐車場にたどり着くことができた連れたちは車で待っていたエンジンをつけライトをつけていたためか俺は助かったと思いながら全力で車まで走った俺が車に近づくにつれ気配は遠くなっていった後ろに乗ってた田代がドアを開けて待っていたので飛び込むように車に乗り込んだ そのままタイヤをうならせながら全速力で山道を下っていった俺は震えと恐怖がやまず窓からキョロキョロ女がいないか確認しながらしてる横で田代が話しかけてきた「お前大丈夫だったか?」「本当に悪かったな」「本気であれはやばすぎだったから」「本当にマジすまんな」「マジ申し訳ない」 我慢したたかったけど、あれは無理だった。どうも最初は俺が逆にドッキリを仕掛けていたと思ってたらしいあんなの無理だと普通に分かると思うがマジ人生終わったと思ったぞお前らマジ白状だと思ったしまあ俺が逆でも本当に怖いだろうし気持ちは分かるしいいよ。 山を下っているからか安心感が出て落ち着いてきた俺は連れ立ちを許し何気なしに窓から外を見た時に気づいてしまったちょうど花が備えてあるカーブに差し掛かるときに木の上にいる何かにまたパニックになりかけた俺は「早く早く飛ばせ!」 と声を荒げながら何度も叫びなぜか隠れるように座席の足元に座り込んだなんだよ本当やめろよマジ勘弁してくれよ何があったんだよまたいたのか社内がパニックになりかけた時に田代が聞き取りづらいほどの小さな声で言った俺もなんか見たさ 木の上に何かいたその言葉で車内は完全にパニック状態になり捕まってもいいと100キロ以上を出し逃げるように帰ったみんな家で一人になるのを嫌がり俺も嫌だったので4人で田代の家に泊まるようにした田代の家をいつもたまり場にしてたしいつもの流れでもあるがでもその行為は意味がなく それはその夜に起こった無事に田代の家に着いたものの皆眠れずにいて恐怖心を少しでも払おうと酒盛りを始めました俺はパンツが汚れてたため風呂を借りてから酒盛りに参加しました風呂から上がった時点で皆結構酔いが回ってて連れ立ちはすでに寝入りそうな感じになってました 酒の力は偉大で飲んでいくうちに恐怖心は薄れだんだんと眠気もきて皆でご骨となりましたそして夜中にトイレで目が覚め上半身を起こした時背後から気配を感じましたそれはまさしくトンネルで感じた気配だった一気に恐怖心がよみがえり金縛りとは違う恐怖心から動けないでいましたが まだ酒が残っているせいか気が大きくなり見た目が怖いくらいでビビるかとわけのわからない根性がふつふつと湧いてきてこうなったら一発殴ってやると後ろを振り返りましたやっぱり後悔しましたやはり女はあの時のように後ろにいてそしてあの時とは違う行動に出ました 急に両手で俺の方をつかみ口を大きく分けて何か言おうとしてましたが口の中には真っ黒な液体が溜まり喋るたびにうがいをしているようにゴロゴロ言って何を伝えたかったのかも分からずに恐怖に動けずにいましたそんな恐怖が10秒続いた時に気づきましたこの女知ってるそう考えた時に 村田が寝返りを打ちそれに気を取られた次の瞬間にはもう女はいませんでしたそれからは朝まで眠れず連れが起きるのを待ち起きた連れに夜中のことを話しました「幽霊って動けるんだな初めて知った」てかいること自体昨日知ったけど「お前本当にやばいぞ疲れてるんじゃないの?」 多分疲れてるのかな。てか幽霊知ってる女だった。はあ、誰なんだよ多分元カノの優子。それだけで皆ななんとなくだが理解し察してくれました。元カノの優子は 連れと飲みに行った時に知り合った女の子でちょくちょく二人で飲んだりしているうちに仲良くなって付き合い始めた人でした。しかし、ひう子は男女関係が結構激しく浮気でも当たり前にすると噂を聞いたり、実際に男と遊び回ったりしてて結局は破局となっていました。それからも向こうからは連絡はあっても無視して疎遠になってました。懐かしいと感じたトンネルも 実は酔った勢いで二人で行ったからでしたそしてカーブの花は優子がそこで亡くなった時のものでした疎遠になってからも噂で亡くなったという話は聞いてましたが当時は俺にはもう関係ないと言って何もしてやれなかったんです間違いなくお前恨まれてんな関係ないって葬式にも出なかったしな しっかし、どうするやっぱ、お祓いとかしてもらった方がいいんじゃないかでも、そんなの全く知らないし、金もないし。あれ、一人知ってるぞ。寺とか神社とかではないけど、知り合いが動物に疲れたとかで、それのお祓いを頼んだ人なら。マジかなら、頼むから聞いてもらえないかわかった。ちょっと待ってろ。 鈴木は携帯で誰かと話し始め何やら揉めていたようだったがどうやら OK をもらったようだ絶対が今日がいいって無理言ったが大丈夫だってや本当助かるわ今から行ける昼過ぎに来てくれって準備があるらしいからそんな準備しっかりするところならいけるんじゃねと期待しながら 早めの昼食を食いそれからその人の家へ向かったついてみると普通の一軒家だったジャイムを鳴らし待ってると普通にエプロンつけたおばさんが出てきたまさかこのおばさんじゃねえよなとか考えてるとまさしくそのおばさんがお払いの人だった俺はもう無理だなと思いながらも通された今で ことの次第を詳細にと言われ話したおばさんは真面目な顔でうんうんとおなきながら聞いてくれた一通り話を聞いてくれたおばさんが発した一言目はこうだったあ、おばさんの名前は樋口さんと言います私で払えるかわかんないけどできる限りはさせてもらいます 料金は普段の料金でいいですかあ、料金取るんですかちなみにいくらに経費など含め5万いただきます。マジですかすいません、ローンとかできますかことがことだし構いませんよ。急いだ方がいいですし。 どうやら事態は一刻を争うくらいに緊迫してたみたいでした。口さんの見解はこんな感じでした。元カノ優子はおそらく俺を恨んでる。しかしそれだけではないような気がするから普通にお祓いするんじゃダメかもしれない。今回はお祓いではなく優子の標的である俺から完全に意識をそらし縁を断ち切るためのものらしい。 もっと詳しく話してたがよく意味は分からなかったので要約するとそんな感じらしい何か俺がしなくちゃいけないことはあるんですかあなたは特にしなくちゃいけないことはありませんしかし周りの友達の力を借りなくちゃいけません口さんは詳しく今回の内容を説明してくれました 日口さんが言うには力を借りるのは大げさに言ったらしく借りるというより協力だったまず4人でお清めし四方にお札を貼った日口さん宅2階の一室に入り一晩そこで過ごすらしいんだが俺は一言も発してはいけなく逆に絶えず連れ立ちは話し続けなくてはいけないらしい寝てもいけないらしい 言葉には言霊がありその部屋では優子は俺の姿を認識できないらしく言葉を発する者しか認識できないらしいそうすることで意識的に俺を探し続ける優子の意識から一晩時間をかけて俺を消し俺はもういないと誤認させ優子の中の俺を消し縁をなくしてしまおうということでしたつまり 俺たちが絶えず喋り続ければいいだけなら楽勝じゃね確かに喋り続けるだけですがおそらく優子さんから妨害はあると思いますどんなものかわかりませんし気を引き締めてください妨害って緊張しながら樋口さん宅で早めに夕食をいただき 皆お風呂に入り体を清め一晩を過ごす部屋に入りました。なんてことはない普通の部屋でした。四方、天井、畳の下の札さえなければ。皆な一言もしゃべらずに夜を待ち指定された時間を待ちました。口さんが指定した時間は7時。 それまでは優子を家には入れないようにするし樋口さんもいるようですが7時が来たら樋口さんは家を出て優子を家に招き入れなければならない極力部外者がいることを避け意識を完全にそらさなければならないみたいだったそして指定された7時が来ましたもともとバカの代表みたいな3人でしたし 生スさんから出された普段飲めない日本酒に皆大はしゃぎしかし俺は万が一を考え酒はおろか何一つ口にしてはいけないというつらい一晩でしたですが相づちを打つだけでも意外と時間が経つのは早くあっという間に11時に差し掛かろうとしてました妨害もなくこのまま何事もなく一晩過ぎてほしかったんですが そうはいきませんでしたそして時刻が11時を回ったあたりでついに優子の妨害が始まりました最初に聞こえたのは廊下を歩く足音等間隔でペタペタという足音でした皆すぐに気づき一瞬静まり返りましたが「絶えず」という言葉を思い出し ままたた大声で騒ぎ始めましたその後はラップ音みたいにバキッカチッと部屋中から音が鳴り始めましたですがそこはバカ3人です恐怖より負けられるかとバカな考えが勝ったのか今まで以上に騒ぎ始めました特に田代の騒ぎっぷりは半端じゃなく恐怖より頼もしさを覚えました そして妨害にも負けず必死に騒ぎ続け2時に差し掛かった時に最後の妨害が始まりました部屋中からさっきの音とは比べられないくらいまるで思い切り壁を殴りつけるようにガンガン音が鳴り出しあのうがいのようなゴロゴロの声でああーぐーと叫んでいるんです さすがにバカ3人もこれにはビビり騒ぎ方も小さくなりこれはやばいと感じ始めました音と声は激しさを増すばかりで一向に止まず全員蒼白になりついに騒ぎが完全に沈黙しました俺はああ終わったなと思いましたが時計を見るとすでに5時を回ってました耐えてた時間が思った以上に長かったらしく りがが上がり始め一晩は過ぎていました。そして樋口さんが戻りすべて終わったことを知り男ですが大声で泣き叫びました「やっと終わった」と皆で安堵の瞬間を迎えることができましたそして最後に樋口さんは「二度とその山には近づくな」と「次は助けられないかもしれない」と言い私はそれを了解し 樋口さん宅を後にしました安易な気持ちで肝試しに行ってはいけないと肝に銘じることになる事件でした二度と肝試しには行きませんそして後日談なんですがあの一晩からちょうど一か月が過ぎようとしてましたお払いのお金のためバイトを始め ななかなか忙しくしてた時に口さんから急に呼び出しがあり口さん宅に行った時にこの話をされました「こんにちはすいませんお金はまだできてないです」「今回は料金のことで呼んだんじゃないから安心していいですよ」「てっきり料金の催促かなと思っていたが違うみたいで安心したが」 あの時の話ならもう関わりたくなかったんで嫌な気分になったで話とは何ですかいやいやだが俺に関わりある話だし注意事項なら聞いておかなければならない実はあの時の優子さんが少し普通の例とは違う理由を調べたりして分かったことがいろいろあるから一応伝えておこうと思ってね 幽霊云々自体がもともと普通じゃないと思うがそう思ったが黙って話を聞いたあの時はあんな言い方をしたけど実際優子さんはあなたを恨んだりしてないむしろ恋がずっとあったと思うはいそんなはずないでしょあんなふうにつきまとって妨害したぶん殺そうとしてたのに 行為とかあるはずなないいじゃないですか実際好意を持った相手にあんなことするとは思えなかったし幽霊ってだけで恐怖心しかなくあれが好意からのことだとしても無理だそう思っても仕方ないよねあれは優子さんの意思じゃなくその裏にいるものの意思だから元が人間かどうかすらわからないものだけどね 幽霊だけでもあんなことなかったら信じてすらないのに漫画みたいな話をされてもいまいちハッとしかならなかった実は家に来た時点で優子さんの意思ではないと気づいてたのでもねそれをあなたに伝えたらあなたは少なからずかわいそうとか同情の気持ちを持つでしょ それはあの一晩を過ごすなら絶対に持ってはいけない気持ちだったのなぜダメなんです関係あるんですか同情心を出せばあなたは助からなかった優子さんに見つかってたからあなたの意識を恐怖だけに満たして優子さんから意識をそらさなければならなかったの。 自分のためだと理解し、なんとなくだが納得したが、肝心なことを聞けてない。優子はあの後どうなったんですか優子の意思じゃないなら何だったんですかあなたたちが一晩過ごしてる間、私は私の先生のところに行ったの。見てわかる通り、私は世間じゃ心霊研究家で通ってるの。 私の先生も似たような感じだけど私以上に詳しいし長年この世界にいるから失敗したらの話を聞きにね失敗したかもしれないのかよそう思ったが自分たちじゃどうしようもなかったから仕方ないと思うことにしたあなたたちが行った山だけどいろいろな階段があると思うけど知ってるはい。 カップルの幽霊だったりばあさんの幽霊だったりいろいろ噂は一通り聞いてます結構有名なところだから噂が絶えないような場所だっただからかいろいろ話は聞いてました実はそういった噂じゃない本当にやばいものがあの山にはいるって先生から聞いてね多分それのせいだと言ってたの。 詳しくはわからないけど「加水」というらしいの加水正直ついていけなかったそんな漫画みたいな話されても理解できないし幽霊だけで精一杯だったから詳しくは本当にわからないの多分元は人間だけどいつからいるのか 何の因果で山にいるかも何もわからないの。カ水も見た目から先生がつけた名前だし、本当の名前もわからない。でも俺と何の関係があるんですかカスイたんて聞いたことすらないし。幽霊とは無縁の霊感の全くない男だったし、そんなの噂すら知らなかった。 憶測だけど、優子さんは渇水に引き込まれたんだと思うの。だから優子さんと縁があったあなたを標的に選んだんじゃないかしら。あなた、木の上の人を見たと言ったでしょそれがおそらく渇水と思う。あなたは木の上に立ってたと言ったけど、正しくは違うの。両手だけで木に垂れ下がり、 下半身がなない風貌のものなのもだから下水先生は本当に危険だって今回は本当に運が良かったってあまり見えなくて本当によかったと思いましたあの状況ではっきり見えてたら発狂間違いなしですから俺は頭の整理が全くつかなかったが聞かなければならないことを聞きました 優子はどうなるんですか俺は本当に大丈夫なんですか樋口さんは少し暗い表情で答えました正直優子さんはずっとあの山に下水にとらわれたままになると思う下水を払えば違うかもしれないけど下水はまず見つからないし払う方が危ないから あなたはおそらく大丈夫。でも決してあの山に絶対に近づいたらダメ。下水との縁が復縁したら間違いなくあなたは助からないから。俺は少しの安堵とこれから先報われることのない優子を気の毒に感じながら樋口さん宅を後にしました。その後は料金の支払いが終わり、 それからは樋口さんには会わず、例の山にも決して近づいていません。人間は好奇心が強く、興味を持ったら止まらない生き物だと思います。ですが、決して不用意に噂が立つ場所には近づいてはいけないと思います。思いもよらない結果があるかもしれませんから。